アークを始めてどれほどの月日が過ぎたのか。あの月にその問いを投げかけてもきっと答えは出ない。そんな時にふと考えたんだ。もっと効率的なお肉の採取の方法と焼肉の作り方はないかと。答えはモササウルスプラットフォームサドルにありました。改めまして、皆さんどうも楓です。先ほど申し上げましたが、モササウルスプラットフォームサドルがあれば快適な肉採取と焼肉作りができました。モササウルスプラットフォームサドルには50個まで建材を設置できます。中には設置できないものもありますが、今回の快適お肉採取、お肉焼き建設の素材はすべて設置できました。まずですが、何が便利なのかというと移動しながら肉採取と肉焼きができることです。ロストアイランドのマップは非常に広いので、移動に長い時間がかかってしまいます。ですので、移動している時間に肉採取と肉焼きができればとても効率が良くなります。そして完成したプラットフォームがこちらです。モササウルスの強力な肉採取性能を備えて、背中にお肉焼きグリルと冷蔵庫を背負っているプラットフォームになりました。面白いことに海中では工業用グリルに点火できませんが、地上にいれば点火できます。そしてそのまま海中に潜っても火は消えないので移動しながら肉焼きができます。何より身の生物の1回の肉獲得量は非常に多いので、ブリーディングイベント時には肉採取がとてもはかどります。3倍イベント中でしたらメガロドン1回で1000以上の部肉が採取できます。さらにイクチオルニスなどの生物からは生肉も採取できますので、身での肉採取は非常に効率がいいです。モササウルスは身での移動も速く、重量も高いので高レベルモサがいれば、ロストアイランドでのブリーディングが一層効率よくなるのではないかと思います。ということで、今回はモササウルスプラットフォームサドルの建設をしました。モササウルスプラットフォームサドルはロストアイランド海底クレートで入手できますので、ぜひ海底クレートを探索してみてください。動画で海底クレートアイテム金庫満タン踏んためるという動画も出していますので、海底クレートでの出現アイテムが知りたいサバイバーさんは、こちらの動画を参考にしていただければと思います。6月には新しいマップもリリースされますので、その時にはぜひモササウルスの無限の可能性を思い出してください。ブリーディングの頼れる相棒になると思います。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。